こんにちは、1時22分です、火曜日なのでね、親をねちょっと病院の方にねリハビリ連れて行ってます。なので今日も、3時ぐらいまでちょっと河川敷、来てます。こんな感じです。なんかね向こうの方天気が怪しいんですけど、さっきなんか雷っぽいね音がしたんで、これエアコンください。はい、ということで、まあこの、なんだ日よけ、多分これまだ紹介してないんですけどね、ロールカーテン式のね、やつなんで、どうすればいいかな。ここをねこれロック外すとこんな感じにね、なります。これがどこで買ったっけな、あの確かあれこうなんだアリじゃなくてもう一個のね、テムっていうところでね買ったと思います。はい、ということでちょっとここにね、ハンドルに、アームつけてね、ちょっと撮りたいかなと思います。相変わらずね、就活中です。で今日は何するかというと、ちょっとまだ準備してなかったんだな。とりあえずね、これ、まあ最近はもう、知れてると思うんですけど、電動のね、ドライバーっていうか、まあこのままでもね使える状態ですけどね、それにこれを、つけてのこれでね、こういう風に、便利な道具がね最近本当出ててね、結構電池も結構持つんですよね。で、以前下モーター忘れたわ。ずっとねカバンの中に入れてたんですけど、いつもはねずっと入れっぱなしなんだけど今日忘れたな。ダメだこれ。なんだろう、あれなんていうんかな、リューターっていうんかな、そのね先端でね切るやつを買ったんですけどね、あの100均でねダイソーで、それでねだいぶ前にちょっと企画っていうか企画だろうな、リンクアウトペンチ、そのマイクロヘリのリンクをね外す道具を、作る予定でね、買った材料が あってそれがね、その材料の入れてる袋がちょっと今カバンの中で行方不明になってるんですけど、おかしいな、こう欲しいものってさ案外見つかりませんよね。なのにいらない時にね出てくるっていうことはよくあるんですけど、おかしいな、入れてる袋すらあった。はい、一応ね入れてる袋は見つかったんですけど、結局工作するための道具が家にあるんで、ちょっと取ろうと思ったのに、せっかくね取ろうと思ったのにね、待ち時間の間ね、工作しようと思ったんですけど、一応ねこの毛抜きじゃなくて、なんだ、トゲ抜きとか、まあ、毛抜きっていうのかな、ピンセット、ピンセットだね。うん。これをね、リンクアウトペンチにね、使おうかなと思って買ったんですよ。でね、糸の子で、途中まではね、切ったんですけどね、これ、ここまで切ってるんですけど、本当もうちょっとね、こっちまで切りたいんで、本当ならここでね、こう、これでね、グイーンってね、削る予定やったんですけどね、ここにつけるものを家に忘れてるんですよね。はい、でこれをねどういう風にするかというと、もうネタバレっていうか、とりあえずね、なんか機体がねえか、機体開いてた。はい、とりあえずはこれリンク外れてんね。ここにね完全に溝を掘ってね、
こっち側かですね、ここをかませれるようにして、なおかつあのボールの外径ぐらいかな、うんですね、ボールの外径ぐらいまでの穴をね、穴というか溝を掘って、ので、反対側はね、もうネタバレしますけど、反対側はこちら、反対側はね、ドリルで穴掘いで、んでこっちのね内側からね、あのネジ、もうちっちゃいねネジ、本当あのメガネについてるようなネジですよね、ちっこいやつ、このメガネのね、こういうとこについてるちっこいネジ、うん、それをここに ね穴開けたとこ、穴開けたとこにね、ねじ込みます。でもしここがね、もうあの穴がねバカみたいになったらね、まあ瞬間かなんかで固定すればいいと思いますけどね。そうしたらもう完全にね、もう出来上がりになってしまうんですけどね。もうそうするとそのね、ネジとここの溝掘ったところがこうガボッと入って、ネジで芯をね押す形で、してこうパチンと取れるっていうね、仕組みになる予定なんですけど、今日は、せっかくね、あの材料もあって、回すものもあるんだけど、肝心の切るものがないんでね、作業が進められません、まあ、とりあえず、この状態でアップします。まあ、あとはね、まあ、やり方またね取りましょうかね。はい、ということで、まあ、今日は、のほほんとしていこうかなと。でこれもね、本当忘れるんで、こういったねちっちゃなね、あのケースにねいつも入れてるんですけど、このケースがなしたかさっきあの見つからなかったんで、はい、うん。で就活っていうか、まあ一応ハローワークにもちょいちょいとは言ってるんですけど、一応ね、なんだろう、なんだ、失業保険っていうの、まあ、今回初めてなんでね、あの高校の時からずっとね、同じ会社でもう何年だ、32年ぐらい働いてたんでね、その失業保険が、あのなんか、11ヶ月分出るらしくて。要は来年の何の月だろうな、来年のだから11ヶ月分出るんですよね。そういうことで、まあのんきにしてるっちゃ、まあのんきっていうかね、今家のね片付けとかが忙しくて、まだ自分の部屋全然片付いてない状態なんですけどね。それこうなんとか先にね、仕事を見つける前にね済ませたいなと思います。これ自分の部屋をねもっとねこうなんか使いやすいようにね本当はしたいんだけど、とりあえずその荷物を、荷物をいらないっていうかね、まあなんだろう、全部欲しいるものなんですけど、基本的にはね、なので捨てられないから荷物が溜まって、結局はね、荷物だらけで片付けができないっていう形になってるんですけど、はい、ということでね、どうしようかな、もうとにかく作業ができない状態なんで、とりあえず終了します。以上です。ネジの向きが内側だとサイズがでかかった。だから押し切れてないです。
ネジの向きを変えました。結構硬いです。もう一度。はめるときは逆向きで使います。片手だとやりにくいです。肝心なシーン映ってませんね。こんな感じ？いる？